皆さん今日もお仕事お疲れ様でした。私も今帰ってきたばっかりです。今日も暑かったですね。疲れました。今日はこちらのドレスに着替えていこうと思います。胸元がセクシーで可愛いドレスです。それでは最後まで見てください。お願いします。それでは行きます。レッツゴー。では下から脱いでいこうと思います。もう暑くて最近ストッキングがもうめっちゃ汗かきました。今日は何色やったかな。今日は黒色のパンツです。すごく滑らかな生地になってて風通しも良くて夏にぴったりのパンツです。では次は上を脱いでいこうと思います。今日は上も黒です。下がレースになってて前はつるんとした生地でこれもお気に入りの一つです。ではこちらに着替えていこうと思います。最近はエクセルに疲れてしまって目がしょぼしょぼしてます。すっごい体のラインもわかる、ね、綺麗系のドレスです。皆さんいかがでしたでしょうか。今回はこちらのドレスを紹介しました。かわいいでしょ動画下の概要欄にカホの秘密の動画もあるのでぜひ見てください。イヤホンは推奨でお願いします。この動画をスマホで見てくださっている方はタイトルタップしていただいたら概要欄に行きます。コメント欄にも同じ概要欄貼っておりますのでそちらの方もお願いします。コメントもたくさんお待ちしてます。いつもめちゃ嬉しいです。全部読んでます。それとこのチャンネルが少しでもいいなと思った方はチャンネル登録と動画の方高評価ボタンよろしくお願いいたします。それと頑張って更新していきますのでベルマークの登録もぜひお願いします。では次回もまた可愛い衣装に着替えていこうと思いますのでまた動画でお会いしましょう。カホでした。皆さんお疲れ様でした。バイバーイ。